85J1 とは、当時の川崎航空機が1964年から販売していた8 5 c c にストロークエンジンを搭載した小型自動二輪車である。なお、川崎重工業統合以前の製品ではあるが、便宜上、本記事では、川崎重工業、あるいは現行制度下での川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーの製品と解釈する。 発売当時、高性能を歌う車種を持たなかった川崎が1960年代の最新技術であったロータリーディスクバルブ吸入方式を採用し、技術力の高さを広める目的で開発された車両。82cc という排気量でありながら、他社のフルサイズ 90cc エンジンに見劣りしない 7.5PS、6800rpm を発揮し、 最高時速は9 0トルに達した。デビュー前のモトクロスレースにおいても、ブリジストンや鈴木を相手に上位を独占するなど、性能の高さを遺憾なく発揮し、川崎車として初めてのバックオーダーを抱えるほどの人気を博した。本車両の販売面での成功により、ロータリーディスクバルブの技術に自信を得た川崎は、本車両をもとに各種派生車種を開発し、 B1 や C1、D1、G1 といった車種が販売された。ありがとうございます。